ロシア民間軍事会社創設者ウクライナの戦場から撤退のの可能性に言及ロシアの民間軍事会社ワグネルグループ創設者のプリゴジン氏がウクライナの戦場から撤退することもあり得ると明らかにした A スカイニュースが13日に伝えたところによるとプリゴジン氏は先月ウクライナ東部の要衝地バフムトを占領したワグネルグループが 今後どの地域で戦うのかを尋ねるメディアとのインタビューで、ウクライナにとどまれないかもしれないと話した。プリゴジン氏は、ウクライナで活動できるか確信できないとも話した。プリゴジン氏の発言は、最近、ワグネルグループとロシア国防省との間の不和のため、ワグネルグループがウクライナ戦線から撤退することもありえるという意味で解釈されている。 ワグネルグループは昨年中盤からウクライナの戦場で主要な戦闘を率いて攻撃の先方に立っており、先月にはウクライナ東部の要衝地バフムトを占領した。だが戦闘過程で契約制の兵士と刑務所で集めた戦闘員ら数万人が死亡した。プリゴジン氏はこれまでロシア正規軍がまともに任務を遂行できなくなっており、 ロシア軍指導部が無能だという批判を続けてきた。プリゴジン氏はこの日、ロシア軍がウクライナ軍の反撃をしっかりと防いで敵に大きな損失を負わせているというロシア国防省の主張にも反論した。プリゴジン氏は全ての攻撃とその結果は敵の攻撃潜在力が消耗した後に評価されなければならない。 ウクライナの攻撃潜在力が消耗するにはまだまだ先は長いと主張した。ロシア軍、なぜ苦境クリミアで世界を震撼させた無人機大国のはずが、その内部事情。逆転した無人機戦力。2014年、平成26年のロシアによるクリミア併合作戦では、ロシア軍の無人機は 警察監視活動や電磁波妨害などに使われて、ウクライナ軍を混乱させ、作戦成功に大いに貢献しました。目の当たりにした西側は、ロシアの無人機戦力を大きな脅威と認識するようになります。2022年までのロシアの無人機戦力は、国産とした攻撃機型で7種1500機以上、小型の偵察・観測用で25種、 千数百機以上、各個市販も含むと、充実していました。一方、併合時のウクライナ軍は弱体で、無人機戦力も見るべきものはありませんでした。そして、この度のウクライナ侵攻でも、ロシアの無人機は活躍するはずでした。しかし、アメリカ海軍分析センター CNA によると、2022年の開戦後、ロシアとウクライナの無人機戦力バランスは逆転しており、 ウクライナ軍は欧米の援助、市販技術の活用、自国の技術革新などで無人機戦略、戦力をはるかに充実させていると報告しています。一方、ロシアは無人機不足に苦しんでおり、期待された効果を発揮していないと CNA は分析しています。無人機の損耗について信頼に足るデータは少ないのですが、ロシア軍の前線から発信されるテレグラムなどの SNS を見ると、 あらゆる種類の装備品、特に無人機の不足を訴えていることから深刻さが推察できます経済制裁によるパーツ不足やメーカー間の連携不足などにより補充もできていないようですイラン・中国がロシアを支える CNA のロシア専門家は、ロシア軍の取得サイクルと研究開発サイクルはこの商業技術に追いついていない 簡単に言えば、ロシア国防省は非常に大きく官僚的で重い組織であり、方向転換には長い時間がかかるのですと報告しています。ロシア軍の無人機戦力を何とか支えているのは、イランからの輸入品と民間団体からの中国製市販品の寄付だと CNA は指摘しています。ロシアがイランの無人機を導入する理由は、 イラン製の多くが同国産で、欧米による経済制裁の影響を受けにくく、サプライチェーンが安定しているからです。また、イラン製の多くが自爆型であり、ロシア軍はイランで無人機運用の訓練を受け、イランの無人機をロシア国内で生産する共同事業も立ち上げたようです。他方、ロシアの民間団体が、中国製ドローンを購入して部隊に寄付するといったことも行われています。 CNA では中国政府の公式的輸出禁止の立場とは別に、最も使われているドローンが中国メーカー DJI の m a ビ i クシリーズであると報告しています。民間団体の動きは活発なのですが、なぜ官僚主義の国防省がそこへあまり干渉しないのか、理由はまだよくわかりません。 民間まで巻き込んで戦力補充をしようという動きは2014年以降必死に防衛力増強のため奔走してきたウクライナにも似ているのが皮肉です2022年11月下旬ボランティアによって運営されている複数の新ロシア派のテレグラムチャンネルが自分たちの輸入している中国製無人機がロシアの税関によって国境で留め置かれていると投稿しました ロシアのブロガーたちは、前線部隊への無人機納入を妨げる行政障壁をロシア政府及び国防省が設けており、一部で政府の誰かが無人機の輸入と配送の権益を独占しようと画策しているとまで言い放っています。ロシアが苦戦を強いられる組織の問題とは。 このように様々な要因からロシア軍への無人機の補充は遅れており民間団体や軍内の将兵有志が改善に向け努力しているようですがそもそもロシアの権威主義的な社会はこのようなボトムアップのイノベーションには不向きだとみられています無人機を有効活用するにはそれを使いこなせる指揮官とオペレーターを育成する必要がありますが軍内では訓練の優先順位は低く 無人機のの専門家もあまりに少ないのが現状です最も聡明で有能、軍歴30年のロシア軍参謀長が死亡、A 供与の巡航ミサイルとの見方も、ウクライナ南部ザポリージャでロシア軍のベテラン将校が死亡したことが分かった。 ウクライナが英国から供与され、最近実戦配備して使用中の長距離巡航ミサイル、ストームシャドウによるものとみられている。A ガーディアン紙やロイター通信などは13日、ザポリージャ州の新ロシア派当局者の話として、ロシア軍第35軍参謀長のセルゲイ・ゴリャチェフ少将52歳が前日に死亡した。 ロシア軍は最も聡明で有能な最高のプロフェッショナリズムと勇気を兼ね備えた優秀な指揮官を失ったと明らかにした一部の専門家はゴリャチェフはストームシャドウによって死亡した可能性が高いと分析しているストームシャドウは英国が先月11日からウクライナに提供している長距離ミサイルで 最近は戦場でウクライナ軍の主力兵器として使用されており、新たなゲームチェンジャーとも呼ばれている。輸出用で射程距離が250キロに達することから、ウクライナ軍はロシア本土にまで届く長距離の攻撃能力を確保するようになった。地下数十メートルのバンカーをも攻撃できるという。 ただし、ウクライナ軍はこの兵器をロシア軍が占領している東部地域とクリミア半島のロシア軍に対する攻撃のみに使用することを約束した。ロシア軍で30年の経歴を持つ経験豊富なゴラチェフ少将は生前多くの勲章を得た優秀な将校として知られている。過去には第二次チェチェン紛争で戦車路団を指揮し、 タジキスタンのロシア軍基地では総司令官も務めたまた進ロ分離勢力が掌握しているモルドバ東部のトランスニストリアでロシア軍を率いたこともある外信はゴレチェフの死について先週から始まったウク,ウクライナ軍の反転攻勢で死亡したロシア軍の最も有名な将校 ウクライナ戦争でロシア軍将官が死亡するのは昨年6月以来1年ぶりだと伝えているガーディアンはロシア軍は侵攻開始からこれまで12人以上の将官を失ったと伝えているただしロシア国防省は今もゴレチェフの死亡についてコメントを出していない